関東大学サッカーリーグ第12節、早稲田大学対山梨学院大学、今回実況解説を務めます愛知添えレオ応援室です。早稲田大学スターティングラインナップを紹介します。ゴールキーパー背番号21山田、ディフェンダー右から背番号30藤本、背番号6平松、背番号4上橋、背番号2森、ミッドフィルダー背番号10上村、背番号24伊勢、背番号14山市、背番号23成貞、背番号17本坊、フォワード背番号18駒沢という並びになっています。前半12分、早稲田に森のコーナーキックから本坊からけの打点の高いヘディング、惜しいシーンを作り出します。続く前半29分、本坊から伊勢に預け、伊勢からのクロスに最後山市だ。乗ってる男山市がこの試合も見せ場を作ります。前半アディショナルタイム、早稲田大学も危ないシーンを作られます。山梨学院大学がうまく攻めないで、最後は11番のターンからのシュート放たれますも、我らが守護神山田が立ちはだかります。後半1分、ついに均衡が破られます。中盤で受けた山市が運んで駒沢に預け、ヒールから最後山市、スーパーゴー山市。乗ってる男がこの試合に演じてくれました。後半43分に森のクロスから神橋合わせるも、相手のゴールキーパー素晴らしいセーブ。早稲田はラストシーンでピンチを招きます。山梨学院大学のロングスローからの流れで、ペナルティーエリアで受けた相手フォワードが反転からのシュートを突き刺し、終了間際で痛い失点、1対1でこのまま試合終了となりました。2年の本坊なきです。前節はチャンスを決め切ることができず、試合終盤に点を決められてしまい引き分けで終わってしまいました。次節は何としても勝ち点3を取れるように頑張ります。